ミヤです。イキロです。マジです。最近ナイキのエアフォース値上がりしすぎじゃない？ウォーウォー録画チャンネルでございます。もっと手軽に買わせてくれ。本日の動画はFNS 歌謡祭スノーマンエンパイアを見よう。ついに3人で見れるんですね。そして今回は年末 FNS 歌謡祭のエンパイアのパフォーマンスを見ると。いやこれ申し訳ないけど見れてないから ね、 初見リアクションなんですよね。そうっすね。ってことはこの撮れ高がいい。初見なんで撮れ高、ね、初見ゆえにね。いや初見ゆえに、ね、今まで MV とダンプラ見て、そうっすね、MV ダンプラ、はい、よしよしよし。なんで今回、まあ、FNS 歌謡祭で生パフォーマンス、うわそう、また違ったエンパイアが、ね、また違ったエンパイアが見れるけど、言うても俺は3週目だから。ああそうっすね。ああそうかそうか。まあ言うても展開分かってるから俺はもう、まあ、そうっすね。唯一3週目、そう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 。そりゃだってもう、だってポケモンでもだってもう四天王 3周したらだってもう強い、だいぶ余裕でしょっていう、パクパク進むから、ね、あと経験積むだけだからみたいな。そうそうか、そりゃそう簡単に湧きやせんよ、初見リアクションといえど、まあ、FNS 歌謡祭といえど、いえどもう見てますから、もう見てますから、今日は安全安心で。安全安心ワンのように。え、じゃあ今日はもう本当に落ち着いて、ワンのように落ち着いて、ワンの回ぐらい、ワンの回ぐらい落ち着いて見れるということですね。はい、というわけなんで早速 FNS 歌謡祭のエンパイアのパフォーマンス見ていきたいと思います。イエーす。じゃあいきますよ。はい、えい、おお。もうスタートダッシュ、もうライブスタートダッシュきました。やっぱライブだとこういうアップが出てるのがいいですよね。そうね。どう、メメをしてる。今日もメメしてる。メメゾーン入ってます。メメゾーン入ってる。メメゾーン入ってます。あのね、このね、ちょっと合理的な説、なんかこう、論理的な説明をすると、やっぱりこう、あれなんだよね。こう、K-POP アイドルとかもそうなんだけど、自分がどっちの顔が映りがいいか。はいはい。メメは完全に左ってのが、もう俺は分かった。もうやっぱ、長年の経験。ライト・オブ・ホープ・エリアだもん。ライト・オブ・ホープ・エリア。これ、ライト・オブ・ホープ・エリア。ライト・オブ・ホープ・エリア。もちろん右もいいよ、正面もいいよ。え、ここが最強だから。これを先手必勝で来るってことは分かって、カメラワークがまずいいっていうのと攻めてるね。攻めてますね。攻めてますね。もう分かります。カメラワーク分かります。分かってます。そしてイヤモニが白、イヤモニが白、イヤモニが白、黒ではない、黒ではない、白、いくぞ。攻め目だね。攻め目。おお、いい。あそこでウィンク来ちゃう。あそこで来ちゃう。早いな、もう展開が。展開早いよ。誰が決めた？ブランディバック。ブランディバック。すげえ。この生歌感がいいよね。はいはいはい。お台場に感謝。お台場に感謝。おお、どこ抜いたらいいか分かる。もうなんか怒涛すぎて。これいいっすね、カメラワークね。俺らで見るとこやらなくていいっすから。あ、そう、ね、抜いてくれるから。カメラ振るとき、こうするんだね。こうするんだね。確かに。手
表情何？じゃあ差し込んでくれ、サックの表情。サックの表情寄りでね、カメラで。確かにこれは MV もダンプラもないですからね、これは。頭痛か。ダメージが、ダメージが、ダメージが来てる。誰か俺にロキソニンを。痛み止め、痛み止め、痛み止め。行くぞ、行くぞ。じゃあ。おーい、おーい、おーい、マイト、なんでもちょ、低音ボイスが、おお、低音ボイスと表情が、いやもう、ちょっと今日衣装黒黒だからね、もうね、もう闇属性だね、闇属性、もうバロムかと思ったもん。悪魔神バロム、悪魔神バロムかと思った。出た瞬間全員破壊じゃない。そうそうそう。いやいいね、ゆっくりな、いいね、止めてくよ今日も。結局ついてこいよ。どこがワンなの。どこがワンなの。盛大な前振りが無理やねん。ライブいいっすね、めっちゃライブいいな。っしゃ、うお、いいぜ。はい、チコクール。おぉ、パッてした。おぉ、いやー、レイヤー。うわぁ、あなんとか耐えました。危ない危ない。防戦一方、防戦一方だよ。防戦一方だよ。あ、チャック開いてた。忘れる。チャック開いてた。あー、あのね、この段階でやっぱまた戻ってくると、はい、このまあ生放送じゃん、はいはいはい、スカ要塞ってこのやっぱこうなんだろう、質感がやっぱこうさ生々しいというか、なんかこう肉々しいパフォーマンスがやっぱこうさ、映像テレビじゃない映像でもやっぱこう伝わってくるのがすごくいいよね。あとやっぱ表情とやっぱこう生歌のこのなんか生感というかライブ感っていうものがやっぱこう独特というか、もちろん完成された PV、もう整備されたもう完成されたダンスプラクティス、もうパフォーマンスビデオ、もちろんあれもいいんだけど、この肉々しさがやっぱこうたまらないよね。いいっすよね。でここのなんかアドリブだったり、まあ、見せ方だったりっていう、はいはいはい、なんかここでしかこの瞬間でしか味わえないっていうものがやっぱこう、もう俺3週目なんだけど、こう毎回何が来るんだろうみたいな、ワクワク感とこの来られた時のゴパゴパ。大丈夫か。もう防戦一歩、なんとかガードして防戦一歩、防戦一歩。そう、確かに今までのダンプラとかはやっぱなんか荘厳さが結構強い。ああ、そうやね、全体感がすごいあれだったけど、ここのパワーがもうね、みなぎってるよね。ショッピンショッピンすごい。このさ、この肉々しさがさ、やっぱいいよね、ライブのね。目つきももうやね、でも宿ってたね、たぎりまくってたよね。みんなカメラ抜かれた時のね、表情。そして今俺グッドタイミングで止めてラウだってた、平行だもん。床と平行、平行。
背骨やっちゃうよこんなの。これ小学校の平行、垂直と平行の授業でこれ出そうよ。これ平行、これが平行ですよって、これ足が垂直で、これが上半身が平行ですよって、はいはい、これ出しましょうよ。ラウが問題に。ラウが問題に。そう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 。いやーこっからやね。まだ1番。まだ1番。まあラウンドなんですけど、もう吐きそうなんやけど。次ラウンド2。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 ちょっと怪我されないでしょ。3分戦えるから。よし、行くぞ。お願いします。そう。来た来た来た。右サイド駆け上がる。うわあ。うわ。うわ。ああ。やっぱ右サイドから駆け上がってくるフッカのかっこよさと余裕感、はいはい、あ、うん、そしてミツカンアンバサダーおめでとう、伊達さん、ミツカンアンバサダー伊達さん、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 ミツカンアンバサダーね、ポン酢かな、ミツカンポン酢かな、アンバサダーね、はいはい、でやっぱこう、こう目つきの銀となったこうね、やっぱこうブリーチの一丸銀がこう開眼した感じ糸目キャラがこう開眼した感じで、キュッっていうこうね、この鋭い眼光、やっぱエンパイアの曲を宿してるこの阿部ちゃん、このギャップがたまらないよねっていう、ここ怒涛のスリーコンボ、耐えたよ今、耐えた、まあまず、耐えちゃった、耐えちゃった、引き上がってきた、引き上がってきた、引き上がって、よしここからよ、ここからよ、ぜ、来た、サックンゾーン、わあ、うわー止めちゃうっすね、ラウ目からビームでした、今目からビーム出てたビューンってきたビューン目力エグかった。まあ俺はいくらなんと言われてもいいよ。俺はいくらなんと言われてもいいよ。だってフミはロックダンスチャンネル、俺がラウタンだもん。俺がラウタンだもん。ラウタンだもん。止めるよ。ラウに止めちゃう。もう迫ってくるだけでいいんだから。なるほど。このね、ダークマイトがいいよね。ダークマイト、ダークマイト、かっこいいな、それ。村上ダークマイト、ダークマイト、ダークマイト、ダークモード、ダークモード、ダークモード発動。阿部ちゃんなら緩急がいい。全部今回あれやね、テルニー不在かな、あ、そうだね、テルニー不在の穴を埋めるように、そうだそうだ、やっぱ精神的支柱とやっぱりこ う, う、ね、スノーマンのやっぱこう力強さを担う彼をカバーするような、やっぱりこうみんなのパワーがみなぎって伝わってくるよね、はい、やっぱここのね、カバーリングっていうところもやっぱここのチームとしてのまたこう良さが、テルニーのやっぱ存在感もまた後でね、総合して言うとして、やっぱこう今こうテルニーが今回不在の中でもやっぱこうカバーアップできる、そこのしてるこのエレメントを8人でカバーするっていうスタンスがやっぱ見えるから、よりだからたぎってるんだね、みんなね、そうっすね、すごいね、メメのここすっごかったの、止めようかと思ったけど、あやばかった、やばかった倒れるのもしちゃった、しちゃったやばかったな、もうさす
すがですね、もうちょっともうどうしよう、あとちょっとあんの、まだあんの、まだ、まだラスト第3ラウンド、第3ラウンド、ファイナル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 ラウンド、なんとかね、なんとか、なんとか耐えましたよ、なんとか、なんとかここまで来た、よし、行くか、ラスト行くか、行きましょう、行きは、うわいい笑顔だ、しかもパソコンもかぶってるよ、もうさ3回目だよね、3回目レイ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 ラウの低音ラップ3回目にしてもうルーブル級出ました、ルーブル級、ルーブル級来ました、もうこのアクスタクタパターン作ろう、もうこれとこれと回らして、アクスタを回らして、あとルーブル級もう出す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 、もう電池入れ替える、ボタン電池買って入れ替える、電池入れ替える、だからソーラーパネルにしよう、ソーラーパネルにしよう、ソーラーパネルずっと回るように、レイ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 、どんなアクスタなの、おーいおーいおーいしか言って、もう誰に何と言われようと俺は止めちまう、止めさせるマイトが悪いんだ、俺が悪いんじゃない、俺が悪いんじゃない、発狂者やもん、よしよし行くぞ、ブルブル、ジーコ、ジーコ、やっぱジーコを回るアクスタ、ジーコを回るアクスタ、エンパイアグッズ、エンパイアグッズ、しかも高速、しかも高速で、イエーイイエーイ、どんなグッズなのアクスタグッズ、ジーコはクイックターンだから、やっぱりクイックターン、クイックターン、いや伸びましたねこれ、伸びましたね、ジーコ今アゴアッパー入ったよ、今いいの入りました、今スカーン入ったよ、今クラッシュターン入ったよ、いいの入れてる、いいの入りました、あーもうアゴだったよ、アゴ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 入ったよ、なんとか耐えましたよね、いいのもらった、ちょっとね、もうこうなってるし、アゴに入ってるからまだタオル入れないだ、まだ入れない、今カウント取られてる、大丈夫大丈夫大丈夫ですか、大丈夫ですか、いけるいけるいける、もう残りファイナルラウンドラストですね、いける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 いけ、何見てんの、いけいけいけ、何を見てんの、ジーコからいけ、いきましょう、イエーイ、ジーコいけ、うわーやばいやばい、あーおたよ、うわぁ、もうだもうだ、ラッシュ来てラッシュ来て、あぁ危ない危ない、膝蹴りそうなんで、何やこれ、誰も映ったらもう誰も映ったら、誰も映ったら、おいつ、おいつ出てるやん、いや、えぐ、あっち、あっち、うっ、何見てたの俺、ちょっと涙出てきた、何涙出てきた、何の涙、何が出てきた、どのジャンル涙なの、感動した、感動した、感動した、感動ってことっすね、もうさ、あの、どうだったどうだった、あ、僕っすね、一回俺落ち着かせないで、一回、あの、深呼吸ちょっとね、あ、まずちょっと記者会見前会見前にちょっと試合後インタビュー、試合後インタビュー、試合後インタビュー、いや、そうだな、ちょっともういろいろ言いたいことあるんですけどね、まあそこは、まあ、普通に忘れとして、いや、
本当にこの人たちバラエティーラビットとか出てる人同一人物ですかねこれこれどんなパフォーマンス人格違いじゃん。ギャップがエグすぎるって前さラビットとか見ちゃうから あの人たちがこのパフォーマンスやってるってどんなギャップなんていういやもうすごすぎるな。まああとはもうライブっていう生感っすよね本当に。まあライブ感がもう完璧なんでちょっと声が上ずったりとか気持ち入ってる部分がミュージックビデオとかダンプラでは見れない部分が見れるんで、まあ、そこがやっぱいいっすよね。ちょっと今声拾えたから声拾えたのそれ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 ありがとうございます。ありがとうございます。丸をいただきました。ありがとうございます。いやこの一曲だけでやっぱこのいろんなさっきも言ったけどそのなんだろうパワーの込め方でこんなに見え方変わるんだろうな。で今回がこの込み具合がもうやばすぎて込み具合もうみんなもう目が、ね、目に宿ってて宿ってたなちょっとなんだろう圧が圧にやられました。いやなそこら辺のさこう気持ちの部分そう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 またこう MV ダンプラと違う部分ういや展開知ってるけどそうね知った上でいや知ってる知ってるけどみたいなラッシュくらいそうそうそうそんなんだかみたいな。いやそうね確かにそこはまたね違うよね。いやポテンシャルやばいっすね。やばいねすごかったっすもうねエンパイアもう嫌だ見たくないあもう逆にトラウマもう見たくない逆に脳震盪脳震盪もう 3週以上もあると思う見たくないんだなあねもうやめてほしい。すごいの見せないで。もう本当にあのねもう涙出ちゃったよ。あのねなんだろうねなんかさチケット当てたかったな。いやいやここになんかこれ悲しいこと差し込まれるな。でもこれ生だったらどうなっちゃうんだろうね。では思うよね。まあそれは思うっすね、それね。まあ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 ちょっと回復してきたんでね。まああの。ちょっと今降りてきました一回。降りてきたね。一回パッパッと魂がボケシュッとこうスーッとこう入ってきたんだけど、やっぱまあまあお二人も言ったように、でさっきも言ったように、やっぱこのライブ独特のこの正規音源完成された公式のパフォーマンス。では見られないそのさっきがミキロ言った声がちょっと上ずったりとか、はい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 、ちょっとこう肉肉しいちょっと振りの荒さだったり、はいはいはい、この整理されてないこの個人によるこのちょっとこう荒さというか、はいはいはい、この高低差の違いっていう生感がさそれがいいんだよそれがいいんだよそれがいいんだよ生感がねなんかどこにこもってるのか目に宿してるのかここに宿してるのか声に宿してるのか足に宿してるのかなんかそのどこの部分にエナジーがこもってるのかっていう臨場感だったりとか人それぞれの単品のなんかこのなんつうのマインドの置き方じゃないけどなんかそういうのを見れるのがいいよね。なんかもうダンスの解説はもうやったから何が起きるかわからないどんな見せ方をするかわからないサプライズ性だったりとかっていうのもやっぱすごく楽しめるしエンパイアは曲のこのなんかねなんかもうえぐられる感がすごいなんかここのねなんかここ切開されてるのこれちょっとなんかこうしてぐられてるこうやられてるみたいなあなんかあとボッコボコにされたわボッコボコにさこれ収録終わった後、俺顔パンパンいや、そう、ダメージ見たこともない、朝がだから、ここから切れてるし切れてるし、唇腫れてるし目ん玉腫れてるし、みたいな、ね、多分ね、眼下底骨折とか多分腫れてるかもしんないし後遺症残っちゃうかな残っちゃうかもしれないけど、でも見れてよかったし見てよかったいや、よかった素晴らしいすごかったっすねいや、まあちょっとね幕が
しい内容というかもう感じ取ってもらってもちろんもうあの細かいところはまあ言ってねえわ言ってねえんだとダンプラって言ったらうえーって言ってしてねって言って EV の時も言ってダンスの時言って今回も言えてねえわって言ってねえわまだ一回も言ってないギャーギャー見てるだけやん解説もクソもないよいいよいいか無理だ無理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 はいちょっと細かい部分は、はい、感じ取ってもらってこれまでの動画見ても大人でしょ皆さん知ってるよ視聴者大人なの知ってるよもう感じてもらうってことで、はい、もうはいすいませんというわけで、はい、今回は FNS 歌謡祭 SnowMan のエンパイアを見たんですけれどもまたね他の動画も上げていきたいと思いますので引き続きチェックのほどお願いしますじゃあ SnowMan が好きなあなたもちろんチャンネル登録済みですよねチャンネル登録まだの方はチャンネル登録ポチッとしてもらっていいね高評価これどっちも一緒だコメントたくさんしてくださいよろしくお願いしますありがとうございました